こんにちは。ブロガーそしてフォークシンガーの原慎一です。共和党のマージョリー・テイラ・ー・グリーン下院議員がツイッターにこれはバンされていない方のアカウントです。以下コメントとともにバイデン弾劾の文章をシェアしています。バイデンが核保有国ロシアとの戦争を脅かしている中、司法委員会がグリーン下院議員の最初の弾劾文章を取り上げる時が来ました。彼は 息子のハンターバイデンのウクライナでの小取引のせいで危うくなっています彼は弾劾されるべきですというわけでハラチャンネルの推察が当たっている可能性がありますバイデンが戦争を煽っていることとハンターバイデンを通じたウクライナでの汚職 この2つを関連づけて見ている米国の国会議員が存在します。訴状の内容を簡潔に分かりやすい言葉にしてご紹介します。なお、ウクライナに関する部分と中国に関する部分がありますが、この動画ではウクライナの方を取り上げます。中国については、一部は12月4日にアップした地獄からのラップトップの内容と重複するものです。 12月1日2日の原ブログ記事が詳しいので、合わせてご参照ください。副大統領としての職権を乱用し、息子に外国の内政干渉をさせ、特定の利益を提供することと引き換えに金銭面を含め様々な利益を享受したことによる重罪及び経済によって弾劾すべきです。バイデンは副大統領の時に、 ウクライナの腐敗防止を監視するオバマ政権の責任者でした従いハンターバイデンのいかなる汚職もオバマ政権の国務省の腐敗防止活動に反していたことになりますハンターバイデンのウクライナのエネルギー会社ブリスマの役員としての彼の腐敗と共謀は捜査されないか隠蔽されてきましたが バイデンファミリーを代表した彼の腐敗と凶暴は明らかです。以下は実質的に実証されています。上院国土安全保障政府問題委員会及び上院財務委員会によれば、副大統領室と国務省はウクライナの天然ガス会社ブリスマの役員としての彼の役割を知っていたが無視しました。同じソース、二つの上院委員会によれば、 ハンター・バイデンと彼のファミリーのウクライナ、ロシア、カザフ、中国との財務取引は犯罪と強要恐喝の懸念を起こさせます。2015年初め、元ウクライナ交換次席法代理のジョージ・ケントがハンター・バイデンのブリスマ役員としての役割が利益相反になる懸念を副大統領室の担当者に提起しました。しかし、ケントの懸念は対処されませんでした。 2016年9月に彼は E メールで担当者たちに強調しましたブリスマ役員としてのハンター・バイデンの存在はウクライナの腐敗防止アジェンダに取り組む米当局にとり非常に気まずいものです2015年の10月に国務省当局者のアモス・ホシュタインはハンター・バイデンと同様バイデン副大統領に関する懸念を提起しました ハンター・バイデンのブリスマでの地位はロシアによる偽情報を可能にしウクライナでの米国の政策を危険にさらすとバイデン副大統領はこの利益相反を解決することはなく逆にそうさせましたハンター・バイデンのブリスマ役員としての報酬400万ドルに加えてハンター・バイデンと彼のファミリーは外国から 怪しい背景の数百万ドルを受け取りました。2016年、ウクライナの腐敗防止のトップ検察官、ビクトルショーキンは、ブリスマとそのオーナー、ミコバ・ズロチェフスキーに意欲的で現在進行中の調査を行いました。ニュース記事によると、バイデン副大統領は、賞金を解雇しなければ、 米国の10億ドルのローン保証を保留するぞと脅したその後ウクライナの議会は彼を解雇しましたウクライナに関する部分は以上です現在の連邦下院上院の構成から弾劾を成立させるのが難しいことは明らかですしかしながらこの重要なタイミングで 改めて本件を世に問う意義は大きいです。起こりかねない戦争の核心部分かもしれませんから。このようなことで罪のない人々が命を落とすことがあってはなりません。今月初めの1月4日、核保有5カ国が核戦争に勝者なしとする共同声明を発表しました。 改めてて記事を読むととロロシシシアアアのイニシアチブであったとロシア外務省がコメントしていますこの声明は延期された NPT= 核拡散防止条約の再検討会議に合わせて用意されていたものと見られるとなっていますがもしかするとプーチンが精神的な乱れから何をするかわからないバイデンをあらかじめ抑えるために 手を打ったのかもしれません度々ですみませせんんでみこのことはハラチャンネルの視聴者300人ほどだけが知るのではなく日本でも少なくとも何万人の人々が知る必要があると考えます動画のシェア拡散にどうかご協力くださいよろしくお願いいたします今回は以上です どうぞ今日も良き一日をチャンネル登録もよろしくお願いします See you.